皆さんこんにちは、アンテナスクエアのまさとです。まあ、こんにちはというか、まあ今実はこんばんはの時間なんですけど、最近僕ねちょっとハイトーンカラーにして、まあブリーチを5回ぐらいしてるんですけど、このハイトーンカラーにしてやっぱ思うことって、やっぱり毛先とかが結構濡れてる時、手櫛が通らないんですよ。お客様に結構話してるのが、オイルとかを乾かす前に塗ってくださいとか言ってるんですけど、自分がやって思ったことがあって、それをね今回ね伝えたいと思いました。この動画撮ってみました。流すトリートメントあるじゃないですか。あれね、あ、めちゃめちゃハイトーンカラーの人は毛先ほんま櫛通らないんですよ。乾かす前にあのタオルドライするじゃないですか。タオルドライしたら毛先が乾燥してておかしなって思ってるんですよ。僕ほんまにこれ思ったことで、みんなね多分やってないと思うんですよ。だからトリートメント、流すトリートメント、はい、ちょっとふと思ったんですけど、小学校、中学校、高校ってあるじゃないですか。ね。小学校は、小学校やん。中学校は、中学校やん。高校ってなんで、高い？大やろ。なんで高校やねん。高等学校ってなんやねん。それは大学校ちゃう。うん。小中高いってなんやねん。うん。最後洗うじゃないですか。最後、流すトリートメントつけてもらいます。ね。もうそのまま出てもらっていいです。超ハイトーンカラーの人は、流してしまったら、トリートメント効果がもう切れてしまうんで、最後、水を切るでしょ？出る前に、トリートメントまず出して、つけてください。洗い流さないトリートメントじゃなくて、もう普通のトリートメントでいいです。普通のトリートメントつけてください。流すトリートメントの方が濃厚なんで、つけてもらって出てください。それで髪の毛はサラサラになります。カシカシになってる人限定なんですけどね。まあ、超ハイトーンカラーですよ。ブリーチ4回5回とかやって、まあ、超ホワイトカラーとかめっちゃハイトーンカラーにしてる人は、それをしても全然ええと思います。髪の毛切れてしまうんで。で、さらに言うと、オイルとかも乾かす前につけてください。それからもう髪の毛は、切れないですね。全く切れないですね。これはまあ実体験、自分で、まあお風呂入って思ったことなんですよ。真実なんで、いいね、やってみてください。以上です。ありがとうございました。